やったら買うな。買うてたな、昔の俺やったら。今の俺は買わへん。用を出して2万、3万か買わへんが。遠いし、京都最高級。京都さんが一番スギッチョンに持っていたのかいいな。こんな感じのどうした、うん、色、うん、これでもうちょっと綺麗や色はこれ系やけどもカラスでもないんだな。それこれ系あれだよな。塗って塗ってへんな。あれお、クラマさんとかクラマクラマクラマ愛して有名だな。中山系はどう？中山石野修一はカラスとか中山とか鞍馬とか鞍馬はあれやつかな、産地そこら辺がもう有名どころやかな。あと小本山は知ってな。え、知ってる？なんかコマーシャル出るな。小本山の土石取れる場所かなんか知らんけどが有名のことか。これ川の中で通じて拾ったのがどっちかというとこれ系かな。なんか小本山系か小本山系かじゃない黒いんじゃない。それがバリバリ引くね。地がね。いやいや。川底にいやパッと見てそんな感じだし、それ拾ってきてんじゃない。最後いるか。最後いる。今中央で打っていけな、遠いし。ええと。中南昔のライブ。昔ライブやっててやめたっていうやつおるよ。少し行って。昔のライブのちょっと小町なライブ。あれこれ足らへんの？足るよ。どこにシール？あ、シールついてへんこれ。オープンのやつやな。あ、オープンやつや。あの昔のライブでやっぱ削りも多かったから。そもそも投資も取ったやつ多いの。ああそれで使い切れへん。死ぬまでに。ああでそういうのは十分値回ってんの。まあええやつが2万3万で。ああ今度は薄薄いけどな。投資は薄い方がええな。上手。結局ごつしそうで薄い売るよね。ええ投資やから。待って。いや、そのどういうことこすんだよ。そんな手間が持たないから抜けるんだよ。お、えらい、氷やな。これが1人前か。1人前行ってみよう。ワイルドだ。走る覚えて
新しいの買ってそれあの、何本も炭残ってへんねん。湧くんやね。残っとんな。パステルのジャムなんだけど。一発目にちょっと両手にやる方がいいのか。刺さんでるしよ。うん。ちょっとセコビッチでちょいちょいやったら、逆にやりにくい。Thank you.